にしてもびっくりしたな。ルイたちはショーの準備してると思ってたから、屋台の方で会うとは思わなかったよ。今の時間は小学校の出し物があったりと、まだステージ裏が混んでいるからね。もう少ししてから行こうと思っていたんだよ。ああ、なるほど、そういうことだったんだね。ショーは夕方からだから、ぜひ見に来てくれ。夕方という時間帯や、この場所にふさわしいショーになっているぞ。そういえばそちらは、秋山のご友人か？うん、同じ音楽サークルで活動してる、奏とエナだよ。あ、東雲エナです。山で遭難した時に助けてくれた上白さんですよね。それから草薙さん、あの時はありがとうございました。いえいえ、僕は大したことはしていませんよ。はい、全然何も。あれ、エナさんとネネちゃんたち知り合いだったんだね。すごい偶然だね。あ、エムちゃん久しぶりだね。知り合いなの？うん、お絵描き教えてもらったんだよ。かなで、ルイは僕の中学時代からの友達なんだ。フェニランのチケットをくれたのもルイなんだよ。よろしくお願いします。先日はワンダーステージまで来てくださりありがとうございます。瑞希がよく話してるのってルイさんのことだったんだね。うん、それでここにいるのは全員フェニックスワンダーランドのキャストさん。はじめまして、大鳥 M です。 M って呼んでください。草薙です。どうも。あ、ご丁寧にどうも。そしてこの俺が未来のスター、天馬司。以後お見知りおきを。う、声が大きい。ん、この感じどこかで。もう先輩、声でっかいってば。奏で大丈夫？あ、うん、さすがショーしてる人は声が大きいね。そういえばフェニランで見せてもらったショー、すごく楽しかったです。楽しんでいただけたなら何よりです。今日も夕方から公演をするので、ぜひ見に来てください。奏がルイたちと話してるの、なんだか嬉しいな。本当は真冬も紹介できたらよかったんだけどな。ん？真冬とは誰だ？実は僕たちのサークル、もう一人いるんだけどさ、その子、今日は夕方から合流なんだよね。きっとショーは一緒に見れるんじゃないかなって思うけど、できればみんなにも紹介したかったなって。あ、それってもしかして朝比奈先輩ですか？そうそう、あ、そっか、エムちゃんは真冬の学校の後輩なんだよね。はい、そのナイトショーを見に来てくれた時、なんだか元気がなかったから気になって。朝日奈先輩もお祭り楽しめるといいな。心配してくれてありがとね、エムちゃん。そういえば、この前瑞希たちが来た時、今日の客入りも上々だね。
水木たちも来てくれたようだし、いつも通りいいショーを。ん？エム君？皆様、大変お待たせいたしました。本日はワンダーランズショータイムのショーを心ゆくまでお楽しみください。うわ、あの子すごいね。うん、あんなに軽々アクロバットができるなんて。お疲れ様。ねえ、エム。なんか今日、すごく気合入ってなかった？そうだな。素晴らしいアクションだったが。エム君にしては硬い表情だったね。何かあったのかい？実はね、今日学校の先輩がショーを見に来てたんだけど、なんだか元気がないみたいで、先輩が笑顔になったらいいなって思ったら力が入りすぎちゃったみたいなんだ。先輩？もしかして開演前に M 君が見ていた子かい？あ、うん、多分その人だよ。なるほどな、そういうことだったのか。M らしいね。何があったかわからないけど、その先輩、ちょっとでも元気出してくれてたらいいね。うん、そうだといいな。あの時、M 君が気にかけていた子が、水木の言っていた真冬君、ということかな。なんていうか、真冬はあの日、ちょうど嫌なことがあったから結構落ち込んでたみたいなんだよね。でも今はそこまでじゃないと思うし、そんなに心配しなくて大丈夫じゃないかな。そうそう、今日の M ちゃんたちのショーを見たらもっと元気になるかもしれないしね。そっか、よーし、今日こそ先輩をすっごい笑顔にできるように頑張るぞ。元気になったみたいだね。うん、その先輩とやらも調子を取り戻してきているようでよかったな。うむ、詳しい事情はわからないけれど、 M 君と M 君の先輩のためにも今日のショーは頑張りたいところだね。うん、もうすぐサキたちのライブが始まる時間だ。ステージに向かい、いい場所を確保しなければ。お、司先輩たちもこれからステージに行くの？それじゃあ一緒に行こうよ。僕たちも行くところだったんだよね。おお、そうか。目指す場所は同じということだな。それではいざ行かん！サキたちのステージへ！野外ステージだから通行人にも見てもらえそうだな。なんだ、ビビってんのか？うん。そうなのか。あずさわはスクランブル交差点でも歌っているだろう。それに比べれば少ないと思うが。あ、ちょっとびっくりしちゃっただけだから。大丈夫、ちゃんと歌えるよ。初めての野外ステージだけど頑張ろうね、ごはね。あそこにいるのって、おーい、
ステージ見に来てたんだね。他のステージ見んのはいい刺激になるからな。というか、お前の後ろにいるのって、おお、お前たち奇遇だな。アキト、アキトたち出るのってもっと後じゃないの？うわー、ぷよぷよのプロの人もいる。こんにちは。プロではないが、久しぶりだな。トウヤたちもずいぶん早く来ていたんだな。はい、出番はまだなんですが、あずさわの友人やサキさんも出るということで早めに来ていたんです。なるほど、トウヤたちもサキたちを応援しに来たということか。いや、別にそういうわけじゃないっすけど。あ、よかったら一緒に聞きません？この辺空いてますし。おい、いいね。じゃあ僕たちもこの辺に座っちゃおうっと。もう私はいいけど、奏は平気？あ、うん、それぐらいなら。こうやって大所帯でライブを見るというのも楽しいな、アキト。はあ、そうだな。うちの橋の方に桃井さんたちもいるの。騒がれないように変装してんのか。こういう時有名人は大変だな。しかしサキたちのライブを見れるのは楽しみだ。いつもショーと重なってしまってなかなか聞きに行けなかったからな。そういえばこの前、いちかちゃんがさきちゃんが作った曲がすごく良かったって話してましたよ。おお、そうなのか。それは期待せざるを得ないな。星野さんの歌、楽しみだな。ライブで聞くことほとんどなかったし。へえ、奏の知り合いがやってるバンド人気なんだね。僕もワクワクしてきちゃった。早く聞きたいな。やっぱり真冬と一緒に聞けないのが残念だけど。ん？あそこにいるのってもしかして。おーい、真冬！僕だよ。瑞希、こんなところにいたんだね。もしかしてボランティアってステージのスタッフとか？うん、会場の案内。ここが私の持ち場だから。それならラッキーじゃん。ちょうど僕たちあそこに座っててさ、これなら一緒にステージ見られるんじゃない？確かにステージは見えるけど、でも仕事があるから。ああ、まあそうだよね。それに今結構大所帯で見る感じになっちゃってるし、そうすると真冬は気を使っちゃいそうだもんね。じゃあまたボランティアが終わった頃に合流しよう。何やら秋山が手を振っているな。え？わあ！あ、朝日奈先輩！あんなところにいたんだ！ああ、やっぱりあの人が。この道をまっすぐ進んでもらって。
どうしたんだい、M くん。先輩、今日も元気なさそうだな。え？一見すると普通に見えるけれど、M くんは人の感情に対して敏感だから、もしかすると何かあるのかもしれないな。それに、人の心の内は、そう簡単にはわからないものだからね。自分の気持ちさえ、わからないことがあるんだ。他人を勝手に押し量るのは、よくないな。おお、サキたちのライブが始まるぞ。サキー、頑張れー。皆さん、こんにちは。レオニードです。ほとんどの人が私たちのことを初めて見ると思うので、この機会に覚えてもらえたら嬉しいです。実は最初にライブをやった場所も野外ステージだったんです。あの時はすごく緊張して声も震えたりしちゃったんですけど、でもそこでいろいろあって4人でプロを目指そうって覚悟を決めることができたんです。それから自分たちで曲を作ったり、歌詞を書いたり、うまくいかないこともたくさんありました。でも、誰かの心に響く演奏をしたいという思いは、誰にも負けません。どれも私たちの思いがいっぱいに詰まった曲なので、聴いてもらえたら嬉しいです。よろしくお願いします。リズム隊の連携も取れている。それに曲も胸に迫るものがあるんだ。これは奏が押すのもわかる。可愛いし、すっごくかっこいいもん。星野さんの歌声も力強くてすごく綺麗だけど、バンド全体の演奏もすごいな。望月さんも他のメンバーもここまでかなり練習したんじゃないかな。心に響く演奏か。サキ君たちもプロを目指してライブをしているとは聞いていたけれど、これは想像以上だね。ほなみちゃん、かっこいいよ。ワンダフォー、いいぞサキレオニード。まだ全然ですけど、でもいつか私たちの思いが届くような曲を作って、その演奏で誰かの心を揺さぶることができる、そんなバンドになりたいんです。盛り上がってたし、
合宿練習で身についたことしっかり活かせたね。一花の声、野外ステージでもかなり遠くまで届いてたよ。客席の向こう側の人にも聞こえてたみたい。うんうん、お客さん楽しんでくれててよかったな。ほなちゃん、渋フェスに出ようって提案してくれてありがとう。どういたしまして。覚えてもらえてるみたいだしさ。そうだね。これからもこうやっていろんな方法を考えて、たくさんの人に曲を聴いてもらえるようになりたいな。みんな、この調子で頑張っていこう。